おっちゃんねるです。どうもどうも、第13次さぬきうどんツアー、はい、いよいよ、はい、次で最後のお店でございます。多分多分ってどういうことよ。多分メイビー、もう最後に したじゃん、計画したじゃない。だってもうそもそも朝から計画はもう崩れているわけだしさ。まあな、崩れてますな、うんうん、まだあってもおかしくはないわけだよ、うん、はあ、はあ、そういうことを前提で行くわけですか。一応ね、こういつすでにいつも常に胃に余力を残しときたい、うん、はい、という気持ちで。でももう今日朝からすでに1個起きて破りしたから、うん、もう僕は結構お腹いっぱいですよ。うんうんうん、そうか、言っときますけど。そうか、でマンゴー買ったじゃん、うん、マンゴーも食べなきゃいけないじゃん、うん、だからね、うん、いろいろ大変なのよ。大変じゃない、何も大変なことはない、うん、ですかね。あとごめんなさい、まだ違う、 1.4 キロありましたよ。なんであそこにうどんって書いてない。ああ、でも 1.4 キロとか、そうだ、十割そばの、あら、本当だ。なんでこれ、何か止まってんのか、これどこでしたっけ、これか、これだよな、はあ、止まってるわ、これいつの間にかエラー起こして、え、グーグルちゃんが、うん、珍しいね。うん、ちょうど15分前に着きました。すでに車が止まってないな、こうやってないか。これは何、駐車場ここしかないんだっけ。あ、誰かいた。基本はこっちだよね、こっちだけか、うん、ということはここに止めさせていただくんですが、すごいガッツガツ止めた。あ、そうですか、駐車場大きい人いてくださいって。お邪魔します。じゃあ、こんにちは、端っこ行きます。はい、タコチクかけと、はい、煮干し油醤油うどん、はい、冷たいのあったかいのもします。うちごちごが冷やまんかけ冷やでお願いします。そうでよかった。はい、かけ冷やじゃないのかな。うん、ぬくい。あ、そうそうやな、冷やかけにします。あっけなくてすいません。え、できた、もう今日これで帰ります。あ、本当、はい、昨日から来たか、げ、あ、火曜日から。あ、えらい長いことか。そうなんですよ、あのね、体が弱くなってきて食べれなくなったんで1日3軒ずつぐらいに減らした。天ぷらの様子が長くなるね。
はい、はい、どうもです。見てこれ芸術や。声出るぐらい。めっちゃ大きい紙だな。こんな大きいのあるの？ここは何ですか？うん。うん。うん。何これ？うん。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 なんかあっという間の時間だったよ。なんだよこの いつもさ、うん、ここに来るとさ、うん、あっという間に食べ終わっちゃうよ。あっという間だよね。なんか何なの時間が加速みたいな。あのさ、うん、俺実は白川でちょっとあったかいあのかけうどん食ってねえんじゃねえかと思って。食べてないかね。うん、でといやそれもね記憶ちょっと定かじゃなかったもんだから、うん、今日こそあったかいのを食べる締めようと思ってたのに、うん、あの悪魔の一声に冷たくなくていいの？冷えじゃなくていいの？負けちゃったわもう。まあでもあそこのね冷やかけはねちょっと犯罪的に美味しいのよ。だな、うん、何あの出汁冷たいからこそこう生きる出汁な。そう。あとね私はね、うん、もう煮干し油、うん、煮干し油醤油っていうのができてからずっと食べたかったの、はい、もうね、うん、夢にまで見た味ね本当に美味しかった、ね、もう煮干し好きには、ね、いやこれもうね猫増してくれた状態だよ本当にテリッテリだったもんね。テリッテリ、うん、で白川さんの麺もゴリゴリではないのよ、うん、そうそうなのに、うん、奥にめちゃめちゃ主張があるの。そうで噛み切れないよね、うん、そうなのね。腰がありすぎて、ね、そう、うん、ぐにってくるの。そうだから白川さんのうどんは結構飲み込むしかないの、うん、噛んでも逃げてくるんだよ、うん、うどんが特に私の煮干し油だったから余計に逃げてくるね。えあーいや美味しかった。もう一杯で行きたかったけどさ、はい、いやここはもう後ろお客さんもおるしと思って我慢しました、うん、フライングはしましたけれども、はい、いろいろと、はい白川さん大満足でございました、はい、大満足でした。というわけで第13次讃岐うどんツアー終わりました。
いかがでしたか？楽しかったです。なっちゃそりゃ。父ちゃんです。意外とどう？意外と来るんです。平坦な道だったら平気っぽいね。うん、でこれ自分から出て行ってるもんね。そう。自分からそこに乗ったよね。本を見るの好きだからね。うん、ここ滑んないようななんかこうね、肌触りのいいものを置いてあげたらいいんじゃないですか。ちゃん、あんたすごいね。それこれまであの動く人がいるだけでもビビってたのが、ね、ライオンキングみたいになってるなんか。それアイマックスの中でも一番迫力のあるシーンですよ。すごいね、ジュラシックパークみたいだね。たっちゃん、たっちゃん、オンモミの好きでよかったな。たっちゃん。はい、皆さんね。